カイル・ライアンは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク軍オーバーンデール。出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシカゴ・カブス所属。2010年の MLB ドラフト12巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで、プロデビュー。12試合に先発登板して2勝4敗。防御率4.17。 46奪三振を記録した。2011年は A 級ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーし、24試合に先発登板して6勝10敗、防御率3.15,99奪三振を記録した。2012年も A 級ウェストミシガンでプレーし、28試合に先発登板して7勝8敗、防御率3.74,105奪三振を記録した。 2013年は A 級レイクランドフライングタイガースでプレーし、24試合に先発登板して12勝7敗、防御率3.17、90奪三振を記録した。2014年、マイナーでは A 級エリーシーウルブズとトリプル A 級トレドマットヘンズでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して10勝10敗、防御率3.95。 98奪三振を記録した。8月30日にダブルヘッダー限定ルールにより即、昇降格が可能な26人目のアクティブロースターの補充選手としてメジャー初昇格。同日のシカゴ・ホワイトソックスとのダブルヘッダー2試合目でメジャーデビューし、初登板初勝利を挙げた。以降5試合はべてリリーフとしての登板で、この年メジャーでは六試合に登板して二勝零敗。 防御率2.61、4奪三振を記録した。2015年は16試合に登板して2勝4敗、防御率4.47、30奪三振を記録した。2016年は、左のリリーフとしてメジャーに定着し、56試合に登板して4勝2敗、防御率3.07、35奪三振を記録した。2017年、メジャーでは4月に8試合登板したのみで、 4月27日以降は、トリプル A 級トレードで過ごした。オフの11月3日に、マイナー契約となった後、7日に FA となった。2018年1月9日にシカゴカブスと契約したが、メジャー昇格はなかった。オフの11月2日に FA となったが、11月28日にカブスとメジャー契約で再契約した。2019年4月5日、 苦戦するカブスのブルペンを再編するためにメジャー昇格した。この年はメジャーに再定着し73試合に登板して4勝2敗、防御率3.54、58奪三振を記録した。2020年は18試合に登板して1勝0、敗一セーブ、防御率5.17、11奪三振を記録した。2021年5月7日に、 DF となり、11日にマイナー契約で参加の AAA 級アヨアカブスへ配属された。6月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。